古文の勉強ができない、現代文の勉強してんのに伸びてない、もうこれマジでおると思うから、ほんまもほんまいい動画になると思う、間違いない、うん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びの山下です。山下です。こんにちは。本日の質問です、はい、国語の夏休み後の勉強法を教えてくださいということで、まあ夏休み明けからどんな国語の勉強していけばいいかっていうご質問なんですけれども、わかるー、それ悩む、わかるー。なるほど。まあ特にね、夏明けになってくると、このある程度できてるやつできてないやつみたいな、この線引きが結構見えてくると思うので、あの特に国語っていう科目の特質上、結構このやり方はむずいんじゃないかなと思うんですよ、うん、っていうところで、国語、まあ、現代文と古文ですかね、はい、これちょっと教えてください、うん、まず、はい、僕が現代文と古文を伝えれる理由は、はい、京大の医学部に行ったユータ、はいはい、いるじゃないですか、はいはいはい、あの合格対談もある、はいはい、残ってるので、ね、はい、知ってる人はいるかなと思うんですけど、その子には、うん、現代文古文もあの両方教えてますから、うん、それでまあ伝えれるっていうところではあるんですけど、うんうん、そうだな、古文から行こうか、はい、古文に関しては多分単語はもうさすがに終わってる、うん、多分、うん、終わっててほしい。8月の末には600個ぐらい、うんうん、グループ30で覚える古文単語600、全部、古文単語から、現代語に、訳せるようになってる、うん、古典文法、うん、ところどころ穴はあるかもしれない、うんうん、助詞とか、うん、穴はあるかもしれない。ただ識別と助動詞と敬語、もうほぼほぼ完璧、もう 98% ぐらい、うんうんうん、例えば「おわします」って出てきた時に KST ってわからない、どれか、うん、でもこれもありえない、う、うん、もう敬語の種類が分かっていて、うん、それが読解にまだ活かせきれてないぐらい、うんうんうん、まあ、こんな感じでしょうね。なるほど、なるほど、うん、こんな感じで、はい、やっていくこととすれば、はい、やっぱり演習なんです。演習とインプットの繰り返しなんですけど、うん、演習をします、うん、でこの頃例えばマーチカンカン同率ぐらいの志望校なんだったら、うん、もうね志望校レベルの問題解いてもいいと思います。古文はちょっとあのラリオージだけどね、うんうん、レベルは高いと思うけど、うん、やっていいと思う、うん、で文章読みます、うん、でよくこの時期あるのは英語がちょっと読めるようになってきて、うん、英語と同じノリで古文読んだりするんよ、うん、英語と同じスピードで、まあ、こんな感じで読んでいったら英語になったら古文バーってこんな感じで読んでいくみたいなんやけど、うんうんうん、古文はね全然読み方が違って、はいはいはい、英文解釈をしていくように読むべきなんです、ね、うん、なるほど、めちゃくちゃ正確にってことですね、うん、正確に一個一個取っていかないと、はい、主語が誰か分からないようになったら、もうすぐ嘘なんで一生も分からんみたいな、はいはい、一生も当てずっぽでこんな感じの話かなみたいな感じになるんで、うん、一個一個英文解釈して主語を取りながらやっていかないといけない。そのスピード感をやっぱり身につけていかないといけない、うんうんうん、英語はこのスピードで読む、古文はこのスピードで読むみたいな、うん、現代もこのスピードで読むみたいな、スピード感を身につけていかないといけないんだけど、多分1、2、3行ぐらいまでは捉えれるんですよ。ただ4行目ぐらいからバッカーってもう全然読まれへんみたいな、あったあった。でそれっておかしいやん。だってだってやで、うん、1、2、3行目ぐらいまで読めてるっていうことは、そこの1、2、3行目だけが常に簡単であるっていうわけじゃないよ、うん、はいはいはい、そうですね、だって途中から引っ張ってきてるのに、うんうんうん、そうですね、毎回そんなわけないですもんね、毎回そんなわけないんですよ、うん、じゃあなんで 1,2,3 行ぐらい読んでその後6つっていう風になっていくかというと、やっぱり一番多いのが、ね、主語が取れない、主体客体登場人物が把握できてない、うんうん、で状況が理解できてない、うん、これなんですよね。めっちゃあった、そんなでしょ、全然わからんなる途中から、そう、うん、でそこを回収していく作業なんですよ古文って。あるタイミング、うん、わからんぞみたいなのに蓋をして、うんうん、さーって次行ってもうたらもう一生わからんので、うんうん、わからんぞ、ちょっともう一回戻ろう、うん、うん、うん、わからんぞもう一回戻ろう、うん、みたいな、はいはいはい、こんな読み方なの。はい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 、はい、でそれでとりあえず一文読んで丸付けした時にやっぱ読み間違ってるわけです、うんうんうん、で読み間違えたところがどこかっていうのを分析する、これが一番成績なんです。なるほど、うん、
英語ってないやん、はいはいはい、確かに一部分読み間違えてしまって、うんうん、あの内容位置間違えたみたいなのもあるけど、うんうん、一部分を読み間違えたことによってその後ボコボコになったはないやん、はい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 、古文めっちゃあるんですよ、うん、あった古文ほんまあった、うん、そう言ったらこれは特質上言ったら性質上、うん、あの物語が多い平安中期の物語が多いから、はいはいはい、この物語を自分の頭の中でなんかこんな感じかなみたいな感じで説問をつなぎ合わせてなんとなく行ってしまうみたいなね、うん、いける時があるから厄介なんですよ。しかもそれまたたまたま全部うまいこと言ったみたいな、バリ点取れる時あったたまにそれは全然そう実力じゃないし古文の勉強してた意味もないんで、うん、そういうことではなくてここで読み間違えてしまった、うん、その理由は敬語を取れてないせいで主客判別ができなかったことによる、ミスである。うん、だから主客判別の知識をしっかりと、ミスらないように、敬語の復習をもうちょっとちゃんとやろう、うん、とかね、うん、あとはこれはどう考えても文法的知識では無理だから出典の知識がいったよな、うんうんうん、そもそもこの物語が出てきた時にこの説話が出てきた時にこういう話で文章は展開されていくのが定石であるっていうのって大体覚えなあかんの50個もないんですよ。言うたらそれを覚えてしまった方が楽なわけですよね、うんうんうん、落ちくぼ物語出てきた時にあのアコギと立ち分けが出てくるっていうのが分かってなかったら読めないんですよ。そういう内容をね、言うたらどこで問題が起こってて自分が何の勉強をしないといけないのかっていうのを精読して分析するっていうのがこの夏以降非常に有効になってくるんで古文は。なるほど、聞きたかった俺も高校生の夏に。いやほんま今そうマジでそう思った、うん、あるあるでしょ、うん、絶対同じところでミスるんですよね、うんうん、同じところで苦しむんですよみんな、うんうん、でちょうど夏ぐらいに苦しんでることってそういうところなんで、うんうんうん、そこを解消するためにはこういうふうに。でも当日本番までなくならないんですよこれは。なるほど、ね、ある程度できるようになっていくけど、うんうんうん、例えばいつも3割とか4割やったけど、うん、それが5割6割になって7割8割になって9割になってっていう風にしていくんですよ、うんうんうん、で9割になってもできないところはあるんで、はい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 、でいつも満点取れるっていう状態になるのは非常に難しいんで古文って、うんうんうん、だからそこは、まあ、どこで折り合いをつけるかですよね、うん、自分の勉強時間と点数の伸びを考えて、うん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 、なるほど、はい、っていうのが古文ですね。古文です、はい、結構喋りましたね。で現代文いきましょう。現代文お願いします、はい、現代文で、まあ、この頃できる子に関しては、うん、特に問題ないと思う、悩みはないと思うんで、あの現代文に関しては、まあ、大きく分けたら2つあってですね、はいはい、1つがあのまずそもそもキーワードを覚えていない、うん、なるほど、出てきますもんねキーワード、うん、アプリよりって出てきた時にそのアプリよりアポステリオリっていうのが出てきた時にいやそもそも何その言葉みたいなのになって読めてない子って意外にいるんです、うん、現代文の先生あるあるでこれ、うん、受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。マジで今の子は語彙力ない、もうこれねもうみんな言うんですよ現代文の先生うん、うん、みんな言う。でも、うん、いや待ってと、俺ら高校生の時アプリよりアポステリオより知らんからっていう知らんそう、うん、知らんの当然やからって言って、うん、そこを高校生に寄り添う現代文の先生はいい先生ですよ、ね、うん、間違いない。ほんま高校生はもう語彙力ないからって言ってもう言ってる人はもうほんま教えの勝利になくそうですよ。それでまあ、みんなはね、まあ、多くの子は、知らないと仮定してやっぱりキーワードってある程度覚えていった方がいいんですよね、うんうん、っていうのも俺は現代文難民だったから、はい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 、もうどうしていいのみたいになって、うん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 、でもなんか塾のカリスマ先生は、うん、いや現代文なんて何も覚えることは必要ないぜみたいな感じに来るから、はい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 、これがまた厄介で、うん、ある程度本読んでていい子やったらこう噛み合うんですけど、うん、全員がそうじゃないやっぱり、うんうん、俺みたいな本を読んでこなかった子はね、うん、そうじゃない、うん、やっぱそこはね力技で覚えた方が楽な子はいますよ。しかも高々200個とかそんなレベルなんで、それで世界変わるんで、もう英語とかの単語の量とかでも一字一個覚えんでいいし、しかも、うんうん、まあ、こんな感じの意味ねみたいな、うんうん、分かっとけばいいし、うん、そこを覚えてなかったら覚えていきましょうっていうところ、うん、で、もう一個さずめもう一個が、はい、先生と読み方は合ってきたなのに説問全然合わへんみたいな、うん、あるあるっすね。もうこれも多分動画の向こうでもみんなうわある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 っていうふうに取れるぐらいの出てると思いますよ。これはね、もう絶対に要約です。おもう絶対に要約、うん、もう信じて、うん、もう俺も高校生の時さ、うん、要約とかマジなんでせなあかんねん、うん、みたいな、うんうん、思ってたんですよ、うん、
やでもね、意外に文章の要約って力が如実に出て、うん、やっぱり語彙力がない子とか、うん、文章を読む力がない子って要約できないんですよね、はいはいはい、文字をただただ追ってることと、うん、内容をきちんと掴んでいるっていうここにギャップがあるのに、うん、そのギャップっていうものをまだ知らない子に多いんですこれ、うんうん、だからやっぱり現代文に関して先生と線引っ張るところを追ってきたぞやのにまだ点数伸びてないぞこの子はね、いや Z 界から出てる、うん、現代文キーワード読解という名著が、うん、よく言ってるやつですね、田先生が、はい、ありますんで、うん、嘘だと思って貼ってみてください、うん、もうこれもう Z 界からちょっとね、ステマの思わなあかん、いやでも、うん、ほんまにいい参考書を書いてくれたんで、うん、いやほんま感謝しかない、俺も人生救われてるし、今現代文キーワード読解おすすめしましたけど、はい、この2個とも解決できるんですよ、キーワードを覚えてない、まあ、はいはい、要約ができる、はいはいはい、しかも要約をするときに早く何回も回せるんですよ、これめっちゃ大きくないですか、うん、はいはい大きいですね、例えば英語長文で長長文って何回もいっぱい回せないじゃないですか、回せないですね、でも短文で綺麗な論理になってるやつって何回も回したくなるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、うん、それが血にまめられてるんですよ、マジ最高ってなるんでやっぱりね、そこの要約力というか、うん、その文章をしっかりと捉えるという力がまだ欠けてるなっていう子はね、それ見てくれたらなと、それ手に取って買ってくれたらと思います、はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います、ありがとうございました。いやでも今の話聞いてあれっすわ、マジで、まあ、古文苦手やったじゃないですか、はい、矢沢先生が高校時代の古典の先生やってたらマジで古典も伸びてたと心底から思った、いやもう絶対そう絶対そう、もうほんまそれは言えるよ、いやあという風に見てくれた人を思ったという人はチャンネル登録といいねよろしくお願いします、 LINE アットの登録もよろしくお願いします、ありがとうございました。